首都封鎖秒読み。政府の極秘資産で懸念されるメガクラスター、指揮者、今後2から3週間が危ない。油断は禁物だ。中国初の新型コロナウイルスの感染拡大で、パニック状態の欧米と比べると、現状では持ちこたえている日本だが、ここで自粛を緩めては元も子もない。関西では、オーバーシュート、爆発的な患者急増への懸念から、大阪府と兵庫県の往来自粛が要請されたが、首都圏で、メガクラスター、巨大な感染者集団が形成され、感染爆発すれば国家機能麻痺に陥る恐れもある。指揮者は、2から3週間が危ないのではないか、と警告する。小池百合子都知事は、23日、大規模イベントの自粛を来月12日まで続けることを確認。感染の爆発的な増加を抑え、ロックダウン、都市封鎖を避けるために不便をおかけするが、ご協力をお願いしたいと危機感をあらわにした。厚生労働省のクラスター対策班が21日に東京都へ示した分析結果は、現状の対策が続けば、都内では4月8日までに患者が計530人、重症者が計41人出るとの試算だった。大阪府の吉村博文知事がすでに公表している厚労省の試算では、大阪と兵庫で4月3日までに患者が3374人、一重篤者が227人と記されていた。大阪と兵庫では3月20から22日の3連休に往来の自粛を要請したが、都内は花見の名所を中心に多くの人出があった。満員電車は時間帯によってはなお解消されず、東京では新宿や渋谷など繁華街も人出の多い状態が続く。今後2から3週間が危ないのではないかと問題を提起するのは、京都大学大学院医学研究科の村中理子医師だ。外出する人も増えているように見える。イベントの自粛の結果が見えてくるのはこれからで、どちらに転ぶかまだ見えないタイミング。本来ならより慎重になるべき時だと指摘する。オーバーシュートを警戒すべき場所について、前出の村中氏は、危ないのは感染症指定病院ではなく、むしろ新型コロナとは関係がないと思われる診療科や病院だ。防護体制をとっていない病院で医療者の感染が起きれば、ただでさえ逼迫している貴重な医療資源が減るだけでなく、院内感染が起きる懸念がある。またライブハウスやカラオケだけでなく、換気設備の古いオフィスや飲食店など換気の少ない密閉空間はクラスターを発生させる恐れがあるので、避けた方が良いと助言した。死者が6000人を超えたイタリアでは、生活に必須でない生産活動を中止し、工場や事務所を閉鎖するなど、一層厳格な感染拡大防止策をまとめた新たな首相令が出た。感染者が3万人を突破した米国では、東部ニューヨーク、西部ワシントン、西部カリフォルニア州について大規模災害に認定。ニュージーランドは、すべての住民に自主隔離を求める全国規模のロックダウンを実施する。首都圏が感染爆発したら何が起こるのか。評論家の八幡和夫氏は、電車が完全に止まる場合に備えて、企業などが徒歩圏内にどの程度の人員を配置するなどの対策が必要になるだろう。ニューヨークのように航空管制官が感染し、数日は羽田空港や成田空港が利用できなくなるなど、外国から物流が滞るなど特殊な問題が出てくる可能性もある。国会や首相官邸など政府機能への感染も非常に心配だと語る。都内で最近増加している感染者は、欧州など海外からの帰国者が目立つ。厚労省のクラスター班の分析は、1から2週間以内にこうした帰国者を起点とするクラスターの形成や連鎖、さらに大規模なメガクラスターの発生が懸念されている。これを防止する手段の一つが大規模イベントの中止や延期だが、政府や埼玉県が開催自粛を呼びかける中、埼玉市で格闘技イベント K1 が決行された。あくまで法律に基づかない自粛要請だったため、今後も従わない主催者が出かねない。法の限界があらわになった。13日には新型インフルエンザ等対策特別措置法の対象に新型コロナウイルスを追加する改正法が成立した。首相が感染拡大を緊急事態だと宣言して同法を発令すれば、都道府県知事が住民にイベントの自粛などを法的に要請できる。さらに施設の使用制限も要請でき、事業者が正当な理由なく応じなければ要請より強い指示を出せるようになった。ただ
これらの自粛措置には罰則規定がない。日本国憲法に国家緊急事態条項がない中、感染の拡大阻止は国民一人一人の自主性にかかっている。記事は以上です。自粛モードも疲れてきましたが、あともう少し頑張る必要がありそうです。日本でもロックダウンという言葉もちらほら聞くようになってきました。外国で起こった例をもとに、いろんな方たちがロックダウンに備えた方がいいと発言しておりますので、気になる方はぜひ調べてみてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。またね。